皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日は4月の16日土曜日になりました。今日はですね、朝から非常に風が強くて、これ髪型がですね、もうバサバサになってしまって、外で毎朝掃除をするんですが、非常に風が本当強い。昨日一昨日からですね、ちょっと気温が低くなったなというような感じで、今朝も起きたらちょっと寒いなという、そういう感じの4月の16日です。今日の話はですね、ちょっと生活保護の、規定がですね、おそらくこの4月から変わったということで、広島市の方も非常に厳しくなってまいりました。これはやっぱりコロナの影響で生活保護受給者が増えておるんではなかろうかという感じでですね、実際生活保護を受給しておる人もですね、いろいろ例えば仕事を、やっておるけど、一人母子家庭とかね、いろんな状況の中で生活を受けられている方もやっぱりなんかいろいろこう厳しくなっておるという話をちょろっと聞いてはおったんですが、実際広島市というのは、亡くなった方にご家族がおられた場合、生活保護からお金がですね、その家族の方が例えば自分は働いておるけど家族の生活を養っていかんからいけないから、親が生活保護を受給している時はちょっと親の葬儀費を出せんよと、いうことが言われると、じゃあ生活保護の範囲内で基準額で葬儀をやってもらってくださいというような感じで生活保護からお金は出ておったんですが、今はですね、もうご家族がおられたら原則生活保護から葬祭費用は出ませんよというふうになりました。生活保護から葬祭費用が拠出されるという方は、俗に言う天涯孤独、親族の方はおられるけども全く音信不通になっておる、一切関わりがないというような状況とか、本当誰もいない独居の方、こういった方には一応葬祭基準額というのが支給されます。それと亡くなった方が生活保護を受けられとって、その同居しておるご家族も生活保護を受給しておると、こういった場合に葬祭費用が出ると。その他はもうほとんども葬祭費用はもう出ませんよと、俗に言う、当たり前であったことがもう当たり前でなくなった。今まではそういうことで俗に言う葬儀費用が支払うことが不可能な方でも生活保護があれば葬儀業者の方も安心してその葬儀を受けるということができましたが、それができなくなったこの現状の中で、今後葬儀業者がどういう対応をしていくのか、例えばもう5万円しかお金がないよと言われた時に、その5万円でやりくりが果たしてできるのかどうか、いろんな問題が葬儀業者の方にも出てくるだろうと思います。一応ですね、今まではある意味ありがたいというのが葬儀業者からしたら、この方からお金をもらえんということが、生活保護から葬祭費用をもらえるということは非常にありがたいことでありましたが、それがどんどんできなくなってくるというのはある意味私も想定はしておりました。前の過去動画でもですね、そのことは話したことがあると思うんですが、もうぼちぼちこういうことは当たり前でなくなるなということは、想定しておったんで、一応今後はですね、生活保護を受けておるけどと言われた場合でも、ご家族の方が、働いてしっかりした給料がある場合、そういった場合はやっぱりご家族が、俗に言う子どもさんであればですね、親の葬儀を出す形はどうあれ、そういう葬儀業者との話し合いになっていくじゃろう、そういうふうに、決まったというか、そういう形になっております。ということで、生活保護を受給しておるから、葬祭費用は出ておったというのはもう過去の話になって、今後はですね、今さっき言いましたように、2点だけです。もう一遍繰り返すと、その亡くなった方が生活保護を受給し、天涯孤独、親族はおられるけども、関わりがないという方、そういった方と、もう一点がご家族全員が生活保護を受給して、葬儀を出せる状況ないという方しか生活保護の葬祭費用はとりあえず広島市の方は出ませんよというお話を今日はさせていただきました。以上でございます。